ヤクルト塩見さよならホームラン。塩見ルールは1球ミスったらヒッティングに切り替える。誰だよ勝つの打てないって言ったやつ。来た。ああ、センターフライかと思った W。 塩見は一流選手。塩見トンネルのことは許した。 Y がトイレ行ってクソしてる間にさよならやんけ。明日から腰痛悪化はやめてくれよ W。 増田2アウトみたいな回り方してたからちょっと焦った。おーおーおお、やったぜ。そこまで責任感じなくても岩田 W。マジで信じられんものが違うわ。岩田のメンタル W 大丈夫かこいつ。フライかと思ったけど伸びたな。笑ってたからそんなに責任感じてるとは思わんかった。長かったけど勝ったからよかったよ。岩田のメンタルが救われてよかった。岩田は責任感じてるんだろ。これも勉強だよ。よかったな。ご視聴ありがとうございました。